メリタはドイツに本社を置くコーヒー機器の総合メーカーペーパードリップシステムを発明したメリタベンツにより1908年に創業した事業はペーパーフィルターの生産から始まりコーヒーをはじめとする食品関連用品に展開している日本においてはメリタジャパン株式会社が試写業務を行っている同一業種のカリタとは社名が似るが関係はない メリタ社のドリッパーとフィルターメリタ社本社従前コーヒーはお湯にコーヒー粉を入れて茶こしでこして作っていたがこの方法ではコーヒーカスがカップに入りザラザラと不快な上に苦くなる欠点があったドレスデンに住んでいた主婦メリタ・ベンツは茶こしで1908年に息子のノートの紙を折ってフィルターを作ったさらに金属管の底にハンマーと釘で穴を開け そこにペーパーフィルターを入れたところ、コーヒーカスがカップに混じらなかった。これがペーパードリップシステムの発明で、6月に王立特許庁に大使特許を申請し、特許番号347,895号を取得した。メリタベンツはさらに半年後 M ベンツを設立、社長に就任した。商業登記簿に記載された当時の資本金はわずか73ペニー 社員は夫と二人の息子だけであり、家族は自宅でペーパーフィルターの生産を始めた。ペーパードリップの画期的なアイデアはドイツ国内ですぐさま反響を呼び、1910年には国際衛生博覧会でメダルを受賞して注文が殺到し事業は急拡大、スイスやチェコへの輸出も始まった。1912年にはコーヒー用ドリップペーパーを本格的に 生産するためドレスデン市内に800平方メートルの工場を建設。この頃までに10万個を超えるペーパーフィルターを生産した。1929年に業用拡大や工場確保のために本社をドレスデンからベストファーレンの民伝に移し、現在に至っている。メリタベンツの死後は息子のホルストが会社を引き継ぎ、ドリップシステムにさらに改良を重ねた。結果、 現在でもありふれた円錐系のフィルターを完成させた。今日メリタは死者をヨーロッパの他アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、南アメリカ、日本などに置き3400人を雇用している。2008年には売上高が12億2500万ユーロあった。全世界にメリタブランドの製品は普及し、コーヒー用ペーパーフィルターの代名詞になっている他、コーヒーメーカー、 コーヒー豆、ティーバッグ、食料を新鮮に保つためのビニール袋等を扱っているメリダ社製のティーポット、ありがとうございます。